ブリャンスクの森自然保護区で、ロシアの自然保護区の地図。ロシアの自然保護区は、ザポベードニックとも呼ばれ、ロシアにある自然保護区で保護地域として、旧ソビエト連邦時代からある制度である。ロシアの自然保護区は、割り当てられたエリアの最高度の環境保護があり、厳重に保護され、一般の人々のアクセスが制限されている。ロシアでは自然保護区がカ所。 総計約33万平方キロメートルを占め、国の総面積の約1.4%に相当する。それらには、ステップの孤立した地区からシベリアと北極圏の広大な地域まで全てが含まれ、面積は2.31平方キロメートルのガリチアゴラー自然保護区から4万1692平方キロメートルの大北極圏国立自然保護区まで様々である。 ロシア天然資源、環境省が自然保護区99カ所を管理している。例外は、ロシア科学アカデミーが管理するイリメンスキー自然保護区、ボロネジ州立大学が管理するガリチアゴラー自然保護区である。ロシアの国自然保護区をいくつか挙げる。ありがとうございます。